せーの、めいっ子。山田涼介と芳根京子の ありがとうございます。ありがとうございます。もっと今回はラブコメなので、すごくこう芳根さんの明るい部分みたいなの見れて、まあ、個人的に嬉しいなっていうふうに思ってます。私も山田さんってこんな笑うんだなと思って。笑うわ人間だもの。芳根ちゃん、お誕生日おめでとうございます。誕生日に12時にピークを押したりとか、ちょっとやばくないこれ。やばくない触れないよ絶対に。トイレのドアノブをぶっ壊してしまったリビングのドアノブが最近壊れてるんですけど、初めに壊したのは私です。この人です。芳根家の皆さん、え、こういうタイプ。いや、こうか。私もこうなの。これ、これ多分壊れるんですよ。まあ、会った時にカボクラの握力が発達したのか分かんないですけど、手作りクッキーがめちゃくちゃうまいです。うまい。びっくりしましたよ。めちゃくちゃ一人で食べちゃいました。みんなで食べなきゃいけない。たくさんが、山田さんがクッキー持って逃げました。本当に座ってらっしゃらなくて、むしろスタッフさんとお話をしてることを見ることが結構多くて、ね、次行きましょう。ピュアですね。もう全部もう 100% 信じてくれるっていう。音が変わないか心配ですよね。ツボ勧められたら連絡する。やめときって言って。